はい、今回はですね、手汗の対処法についてです。まあね、皆さんね、僕がこう思いもよらない企画をね、こうリクエストしてくださって本当に助かってます。もうほとんどこうネタ切れ状態の中、皆さんのリクエストでなんとかこう持ってるという状態でございます。さあ、まあで話を戻すと、まあ手汗なんですけど、まあ僕もね相当悩んでましたっていうか、悩んでますというか、まあ手汗すごいんですよ僕は。ね、バチがこう滑ったり、もう回りそうになったりとか、こう指先がこう湿っちゃって、タッチが弱くなったり、水ぶくれになりやすかったり、皮が破れやすくなっちゃったりとか、あと指すりが湿って今度滑らないとかね、まあ、いろんなもうめんどくさい症状が起こるわけですよ。そうなんですが、まあ先に結論言うと、僕はその体質を改善しようっていうアプローチじゃなくて、手汗をかいてもパフォーマンスがこう変わらないようにする、まあ、準備っていうのをして、ね、それだったらこう感染の除去とかね、手術しなくていいですし、そのメンタルトレーニングをこう一から積まなきゃいけないとかね、そういうことじゃないので、まあ、本当に0円でできることなんで、まあ、おすすめかなと思います。さあ、じゃあまずね、バチがね回ってしまう、正しいバチのフォームを維持できないっていうことについてなんですが、これは、まあ、まず正しいバチの持ち方をしましょう。これは手汗をかいてなくてもバチ回ってしまう人っていうのがいるので、まずそこがないようにしてください。でそれから、問題はですね、正しいバチの持ち方をしてるはずなのに回ってしまう。でこれはまずね、ちょっとね、手汗っていうよりバチが合ってないじゃないかってことをね疑った方がいいです。まあ、っていうのも、まあ、僕自身がそうだったんですよね。僕が今まで使ってきたバチって、総べっこう、黒水牛、練り台、プラスチック、アクリル、あと後期の手元もありましたね。そう、後期以外はテクスチャ変わんないです。目つぶって触ったら全然素材分かんないぐらい、まあ、ほぼ一緒なんですよ。後期は、まあ、後期じゃなくてもいい、まあ、木だったら何でもいいと思うんですけど、緊張しないでこう手汗をかいてない状態で触るとサラサラ結構滑りやすいんですけど、湿気を含むとちょっとこうジトッとしてきて、まあ、幾分摩擦を感じられるかなっていう感じです。まあでもそれにしてもあんまり大差はないんですけど、まあ、何が変わったかっていうと、自分の手に合ったバチを使うようになったってことです。まあ、僕はアクリルバチしか今使わなくて、もう自分で作ったもの、まあ、それから自分のモデル、全く同じサイズ感で複製したものしか使ってないんで、まあ、ほぼ自分の手で直接引いてるような感覚、親指がもうバチ先に改造されてるぐらいの、もう全く違和感のない状態、そのシャドウ三味線じゃなくて、なんだ、エアー三味線で弾いてる感覚で、もうほぼその感覚でバチをこう触れる、うん、まあ、多分通常の市販のバチの半分から3分の1ぐらいの重さなんで、まあ、全然重量は感じないんですけど、そう、結局だからサイズが大きすぎたりとか重すぎたり、重心が偏ってたりすることで、やっぱ手汗とかでもうどん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 それがずれていってしまうんですけど、そう、正しいというか自分の体に合ったバチを持てば、手汗とか書いてても、もう全く動くことはないです。そうだ、結局だからアクリルだからどうのこうのとかじゃなくて、やっぱりそのサイズ感とか重さ、これを追求していくと、いいのかなっていう感じです。そう。で、まあ、一応あとね、滑り止めのゴムもありますよね。その黒いやつとか、透明のやつとか最近出てますけど、ね、これも僕学生の時に試してたんですけど、あんまね、正直良くなかったです。結構ね、そのラバーのグニッとした感じはあんまりなくて、なんだろう、結局ゴム、自分の手汗、自分の表皮みたいな感じで、なんかゴムに直接吸着してる感じはあんまないんですよね。だ、汗かいてない時はいいかもしんないけど、もう本当にもうベタ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 っていうか、もうびしょびしょになっちゃうと、結局なんかこうゴムをしっかりこう握ってるって感覚はなくなってしまって、でしかもね、その引き終わった後にめちゃくちゃ手垢がついたみたいに、もうゴムがもうボロボロになって手につくんですよね。でゴム取っても結局もう手真っ黒になってるし、そう、あれはね良くなかったなって思いますね。
そうで今はまあ別にそんなゴムとか全然なくても、あの全然アクリル鉢で全くこう滑らずに、まあ、手汗は全然変わんないんですけど、めちゃくちゃもうびしょびしょなんですけど、鉢が回ったりとか持ってるところがずれたりとかっていうのは全然ないです。まあ、だからちょっと、まあ根本的な解決とか、その手汗をどうのこうのするって話はないんですけど、正しい鉢の持ち方と、正しい自分の体に合った鉢を持てば、この辺はまあクリアできると。手汗があっても全然大丈夫ですよっていうところです。で次にね、左手ですね、指すりがこう湿気を含んじゃってもう全然滑んない、もうベタベタになっちゃうっていう時はですね、まあ、あの普段からしっかりこう竿をね、あの頻繁に拭いて、あの磨いておくっていうのも大事なんですけど、皆さん持ってますかね、あのスピードキングとか、まあ、これはフィンガーなんだ、こうシールが貼って読めない、フィンガーイースって書いてあるのかな、そうっていう、あの潤滑剤が入った、まあ、スプレーがあるんで、それをこう一拭きさってやって、あの拭いてあげると、もう木がもうサラッサラになる、竿がこうサラサラになって滑りやすくなるんで、まあ、演奏前にそういうものをこう一拭きするっていうのも、いいかなと思います。でそれから、指先が湿っちゃったりしてタッチが弱くなったり、あの、まあ、皮がねこう擦れて痛いっていう人は、まあ、これはねやっぱり、ね、普段からある程度しっかり量を引くっていうのと、あと普段からちゃんとしっかりタッチを強くするっていうことで、皮をねやっぱ分厚くしないとこれは仕方ないかなと思います。だ僕もこれ普段から、まあ、思ってるっていうか普段から言ってるんですけど、もうずっと指先がもう金属でできてたらよかったんだなとかってよく言ってるんですけど、そうやっぱり汗を含んじゃうと弱くなったりとか、あとまあ普段、まあ、普通に緊張してタッチが弱くなっちゃうっていう人も結構いるんで、まあ、普段からしっかりガシッと強くしならないように、こうシャープにカツ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 ってこう動かすっていうのをしっかり癖に、しといた方がいいかなと思います。さあ、まあ、ということで今以上が手汗対策じゃないですね、僕が言ってんのね、手汗は全然対策できてないんだけど、手汗をかいたとしても普段のパフォーマンスを維持するっていうやり方です。まあ、だからあんまね正直ちょっと参考になったかどうか分かんないですけど、あの僕もねだからその普段三味線 TV とかで模範演奏してるようなやつとか、まあ、いろんなこう舞台出てたりレコーディングとかしててもやっぱり緊張でもう手汗すごいんですよ。だけど、まあ、ああいったパフォーマンスで、まあ、普通にまあいいパフォーマンスできてると思うんで、まあ、だから手汗同行でその技術的に下手になることはないかなって感じですね。まあ、もちろん練習の時と感覚は違うんですけど、変わってはしまうんですけど、まあ、だからといってじゃ あの技術的にね、あの下手になっちゃうかっていうと、まあ、そうではないと思うので、まあ、手汗とうまく付き合って、前の段階でしっかりこう準備をして、臨めば、まあ、手汗の影響を受けずにパフォーマンスできるかなということで、今回は以上になります。ご参考になるか分かんないですけど、ご参考に。それでは、はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。